患者を訪れる主治医、ルイス・ヒメネス・アランダは、スペインの画家である。1876年からフランスで活動した。セビリアで生まれた。兄のホセ・ヒメネス・アランダ、弟のマヌエル・ヒメネス・アランダも画家になった。兄から絵を学んだ後、セビリアの王立美術学校で、エドアルド・カノデラペニアや、アントニオ・カブラル・ベハラノに学んだ。セビリア時代は、兄や、 マヌエル・カブラルと活動した。1864年のスペインの全国展に初めて歴史画を出展した。帰国後はパトロンのために4点の作品を描くという約束で4年間の留学資金を得て、1868年からローマに留学した。ローマには1876年まで滞在し、ホセビジェガス・コレデロやフランシスコ・ペラルタ・タデル・カンポといった。 アンダルシアの画家たちと共同生活を送り、マドリード出身の画家、エドアルドロサレスのスタジオで修行したとされている。1876年にパリに移り、スタジオを開き、1877年にはフランスの市民権を得た。パリの画商、アドルフ・グーピルと取引した。サロンド・パリに毎年出展し、評価された1889年の パリ万国博覧会の夫人や患者を訪れる主治医などの作品が人気になった。スペインの雑誌、ライラストレーションエスパニョーラワイアメリカーナにパリの流行に関する記事を寄稿し、スペイン全国展には出展を続けた。1880年からパリで活動するようになったセビリア出身の画家エミリオ・サンチェス・ペリエの影響を受けて、 作品を戸外で制作することも多くなった。20世紀に入る頃、印象派の画家たちの多くが住んだ、ポントワーズに移った。ありがとうございます。